シャルル・ルイアンブロワーズ・トマは、フランスのオペラ作曲家。代表作は、君を知るや南の国コネ、ツルペイズを含む、ミニョン・ミニョンとハ、ハムレット・ハムレット。その他、約20曲のオペラ作品や室内楽曲、合唱曲などがある。フランス東部のメスに生まれ、成果は今でも現存する。幼児期より、音楽家で弦楽器奏者であった父親、 12歳の時に父親と死別した後、母と兄と共にパリへ移り住み、1828年にパリ音楽院に入学。ジャン・フランソワル・シュールに指示して作曲法を学び、ピアノをピエール・ジメルマンや音楽院外でフリードリヒ・カルクブレンナーに指示する。1832年にカンタータエルマンとケティ・ヘルマニ・ケティによってローマ大賞を受賞。 三年間ローマに留学して、ドミニクアングルの地遇を得る。留学後は、オペラ界に進出し、1837年に、初演された、オペラコミック、二十八五ラダブルイシエルが成功を収め、オペライコールコミック座で115回上演されたと、伝えられる。1841年に、カルマニョーラ白爵レコントでカーマグノラが初演されて、以降は、主に、 オペライコールコミック座で多くの作品を生み出し、名声を博す。さらに1850年の夏の夜の夢レソンジュリュヌニュイデテでは成功したと同時に、トマの名を万弱のものにしている。1856年以降は母校パリ音楽院で教鞭を取ることになり、作曲家の教授に就任する。母校ではジュールマスネラを育成した。教授職としての活動や、 社会活動も同時に行っていたため、オペラの作曲も次第に遠ざかっていく。1860年のエルビーラの物語レローマンディ・エルバイアでは、高い評価を得られず逆に冷淡な評価を受けたため、6年間はオペラの作曲を止めて、主に合唱曲や宗教曲などを中心に過ごしていった。1866年に、 ミニョンを発表し初演されると、芝叩く間に成功を収め、再び名声を獲得した。また1868年に悲劇とも言えるオペラ、ハムレットも生み出し、こちらも大きな成功を収めている。1894年5月には、ミニョンの上演回数が1000回に達し、同年には、レジオンドヌール勲章の最高位にあたるグランクロワを作曲家として、 初めて受賞している。1871年には、フランソワ・オーベールの公認として、同音楽院の委員長に就任し、亡くなるまでその地位にあった。1896年の2月12日に84歳で、ボスする。作曲家として、当時ジュゼッペ・ベルリに匹敵する成功を収めたトマは19世紀、フランスオペラ界の重要人物であり、その音楽の最良のものは、 簡潔で美しい旋律と効果的な性格描写を持ち、エクトル・ベルリオーズ、シャルル・グノー、ジョルジュ・ビゼー、マスネラの賞賛を受けている。音楽院の院長としては、改革に力を注ぎ教育の水準を上げるが、それでも体制は保守的で、トマ自身も新しい世代の作曲家に神話的ではなかった。エマニュエル・シャブリエは、音楽には3種類ある。良い音楽と悪い音楽。 それと、アンブロワーズ、トマの音楽だという言葉を残している。ローマ留学当時のアンブロワーズ・トマ、ジャン・イポリット・フランドランが1834年、その生涯に20作のオペラを作曲している。現在、ミニョンやハムレットが知られているが、レーモンの助曲も知られる。詳細は、アンブロワーズ、トマのオペラ作品リストを参照ルブラン。 セシル、バグニーズムイクレイアス 4EN フランス、1883-1889H チャンピオン P391 ありがとうございます。